はい、皆さんこんにちは。今回も前回に引き続き、ジョジョの奇妙な冒険黄金の旋風の第1話の 1-2 ブチャラティが来るその2、頑張っていきたいと思います。街中でのブチャラティとの戦い。これがジョジョのジョバーナの能力か。ここは昨日と同じなので飛ばしました。生まれろ、新しい命を。受け受け、ミスター、ふっ、受け、どうした、受け、ふっ、オールドエクスペリエンス、オールドエクスペリエンス。あんたを逃すことはできない。想定に関しては僕は必死だ。もっとかっこよくコンボ決めたかったな。何をやっているジョルノ・ジョバーナ。なぜ俺への攻撃をやめる。なぜとどめを刺さない。あんたがいい人だからな。ギャングだけどいい人だ。あんたは薬をやっているこの少年を見てショックを受けて一瞬攻撃をやめたですよね。あんたがショックを感じずためらわない人なら僕は今頃バラバラになって地面に散らばっていた。だから攻撃するのはやめにしたんです。薬を売る奴は許さないとあんたはそう思っている。そして彼に薬を売っているのはあんたのとこのボスだ。そこにあんたは矛盾を感じている。だから
あんたは彼を見て心を痛ませたんだ。さすが無茶だ。だとしたらどうだと言うんだ。お前が勝手に攻撃をやめたからといって俺がお前を殺すってことには変わりはないんだぜ。ブチャラティの命令出た。あんたはもう僕を殺したりはしませんね。なぜならあんたは僕の仲間になるからだ。僕はあんたのボスを倒してこの町を乗っ取るつもりでいる。すげえ。なんだって。薬を流すようなギャングを消し去るには自らギャングにならなくちゃいけないってことさ。もう一度聞く。本気で俺たちの組織に入団するというんだ。ええ、この町を乗っ取るには町を支配する組織に入ってのし上がっていくしかない。僕はギャングスターになります。出た、ジョルノの名言。いいだろう。ルカをやった犯人は探せなかったことにし、お前が組織に入団できるように紹介しよう。お前の気高き覚悟と黄金のような夢にかけよう、ジョナコ・ジョバーナ。はい、今回はブチャラティが来る、に、はい、クリアできました。次回は、はい、第2話2の1のギャング入門をやっていきたいと思います。今回はここで1回終わりたいと思います。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。